皆さんこんにちは、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回紹介するのはこちら、妖怪チョコボー。ジバニャンのチョコボーがニャンと大幅にリニューアルです。パッと見中のチョコボーも今まで通りに見えるんですが、チョコレートの中の具材もビスケットが増えてさらに美味しく、しかも骨が丈夫になるカルシウム入りです。カルシウム入りで、こちらの商品すごいのがパッケージデザインがなんと全部で32種類もあります。多すぎ。今までのチョコボーはジバニャンがプリントされてて、多くても4種類5種類とかだったんですけど、32種類も。例えばですね、吹雪姫と椿姫がプリントされてて、上のこのチョコボーのパッケージの目もハートになっています。あとですね、エンマ大王がプリントされてて、このパッケージの上の目もエンマ大王風の目になってますよね。そして隣は覚醒エンマ、覚醒エンマがプリントされてます。上の目も覚醒エンマ風。覚醒エンマ本当は目が3つなんだけど、この目は2つだね。そしてアンドロイド山田へそビーム打ってるプリントですね。これは目もアンドロイド山田風になってます。まあ、こんな感じでパッケージデザインが全部で32種あるということですね。中にはレアなデザインがあるかも。こちらの妖怪チョコボーは価格が税込み86円、発売日が6月5日です。